はい、皆さんどうも、エミティです。今日はこんな前科式を見ていきたいと思います。結構補足が多いので、きちんと最後までご覧ください。書庫4で、こういうような前科式で定められる、数列 A の解きなさいという問題ですね。ではまあ、結構ごちゃごちゃしてるので嫌だなと思うかもしれないんですが、僕のプレイリスト、前科式の構造ナンバー3ぐらいまで見ていただいている方は、これ単なる線形前科式だということを着目することができると思います。そうするとですね、嫌なのは、変数係数で、まあ、係数に N が入っていて、さらにこの同時項じゃない非同時項が入っているのが嫌なんだというわけで、この非同時項を消すという作業なわけです。で、それによって考えられる解法というのは、まず特殊解を探して辺辺引いてこれ、まあ和とか差でこれを消すということが一つで、他には定数変化法といって、まあ、いわゆる微分方程式で取られるような方法を取るというのが、まあセオリーといいますか、まあこれが一般的な方法なんですけど、これが計算が楽とは限らないので、まあ、場合によってはこちらが楽だとか、そういうことも一応紹介しているので、もしまだこちらご覧になってない方はこちらもご覧ください。ここで一般的な前科式の体系的な解法をやっております。まあ全て今カバーしたわけではないんですけど、まあ途中でありますが、いわゆる三交換前科式ぐらいまでは体系的にやっておりますので、ぜひともこちらご覧ください。でですね、やっていきましょう。で、非同時なんですね。変数係数で、まあ、線形なんで解けるんですけど、非同時があるせいで、これ抽象的には解けると言っていいんですね。つまり解が存在すると言って、まあ差し支えれません。しかしながら初等的に書けるとは限らないというのが肝でして、これは、まあ、今回の問題の場合、非常に数値がうまく設定されているので、簡単に表現することができます。できますが、初等的に書けるとは限らない。ということを認識してください。で、これがどうして認識できるかというのは、まあ、ぜひともこちらですね。基本的には解けるとは限らないということなんですよ、前科式というのは。で、中でも簡単なものが解けるものを提出されているわけで、問題としてですから、まず解けないという立場に立つことが重要で、その辺がこの辺で準備しておりますので、そちらをご覧ください。しつこいですかね。で、初等的に書けないということの例も一応前の動画で挙げておりますので、概要欄に一応リンクを貼っておきます。プレイリストとその微分方程式のケースになってしまいますけれども、本格的に構造が難しくなっていくシリーズみたいなものをちょっと作りまして、そちらでその初等関数では表現できない微分方程式の解みたいなものを紹介しております。で、それが分かれば、まあ、こういう前科式もですね、初等的に、こんな1回であっても、簡単に表現できるとは限らないということ。まあ、積分とか、積分因子とかに対応してしまうので、一般にはその変数係数とかになるとちょっと難しいということですね。表現、解の存在と位置性は分かるんですが、初期条件を決めれば。一般的に綺麗に書けるとは限らないということが、まあ、理想と現実のギャップですね。まあ、その辺のことを解説しているので、ぜひとも合わせていろんな動画をご覧ください。概要欄に一応全部貼っておきます。はい、というわけで、僕のチャンネルではこういう数学一般の解説とか、こういう問題を通して、数学をより体系的に、そして、よりよく解いていけるような趣旨の動画を上げていくチャンネルでございます。興味のある方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、解いていきましょう。まず、特殊解の方から探してみましょうか。これ、特殊解があるとすればですね、形から、非同時項の形から言って、一時で見つかるはずなんですよ。これ、ちょっと試してみましょうか。例えば、AN に、αN という、an プラス b という形で、これ特殊解を探してみましょう。そうすると、これ代入して計算してしまえば、2倍の n たす1、an たす a たす、an たす b というのがこちらで、マイナス an 倍の、an たす b、ここがプラス1なので、a たす b というふうになりますね。n たす1が入るので。で、マイナス 3n プラス、マイナス6というのが、イコール0というのがこの式でございます。で、こちらが2倍の、an2 乗をプラス、a たす bn の b になりますね。1次の項がこんな感じで、で、マイナス an2 乗を、マイナス a たす b の n、マイナス 3n、マイナス6という感じです。で、そうすると、2次の項がどうなっているかというと、2次の項がこことここにあるので、an の2乗。で、1次の項がこことこことここですか。これも割っていて、これがまさにぴったし一緒で、a たす b が残って、マイナス3が残るんですかね。で、これとこれとこれが消えて、最後、2b マイナス6が残ると。そうすると、これとこれとこれが全部0じゃなきゃ、これイコール0って常に成り立たないので、そうすると a がまず0。そうすると、で、a たす b マイナス3イコール0。で、2b マイナス6イコール。式3本になっちゃうんですけど、まあ、ここの辺が、これがうまく設定されているゆえんでございます。そうすると、a が0なので、まず決定しないするので、まずこれがないと。で、b イコール3。で、これきちんと満たすというわけで、元の式としては、これが、3という特殊解があるんですか？まあ、なかなか特殊なケースですね。実際3ちょっと確かめてみると、なんか計算ミスでしょうで怖いんですけど、6n たす6マイナス、n、3n ですね。
-3n-3n-6 というわけで、まあ、きっちり言ってるわけで、3が特殊解でした。というわけで、3を辺辺引くんですね。3がこれ満たすので、辺辺3を引くと、まあ、ちょっと都合上で a イコール3と置いておきましょうか。そうすると 2n プラス 2an-a、 まあ、3でいいですか、やっぱりごめんなさいね。3で -n の n-3 プラス1の -3 イコール0になるわけですね。でこれがとってもありがたいことでありました。つまり非同時項が消えるんですね。これによって an プラス 1-3 というのが一塊と見ると、 n 分の 2n プラス2の an-3 ということになりました。これは写して分母分子割っただけですね。でここちょっと書き直しておくと、2倍の n 分の n たす1でして、ここがいわゆる回避数列になっています。前の項に何かをかけることによって次の項が得られる、まあ、これもプレイリストのナンバー1ナンバー2ぐらいで、紹介しております。これいわゆる回差数列の積バージョンですね。前の項に何かを足して次が得られるというのが回差数列、前の項に何かをかけるというのが回避数列と僕は呼んでいるんですけど、まあ、まさにそんな感じで構造上は全く同じです。つまり回差数列の場合は A1 に D1、D2 を全部ベーって足すことによって、この AN が得られるということでしたけれども、これが全部和じゃなくって、積になったのが A1 に R1、R2 というのがレシオになって、かけるので、これ全部かけたら、これになるというわけですから、全く同じように、従って AN-3 というのが、初項に何かけるかというと、2倍の1のケース。まあ、ここが RN とすると、ここが R1 ですね。R1。で Rn-1 までかけます。でここまあ2以上としておきましょう。回差数列の時と全く同じです。で1が4なので1かける、で R1 というのが2かける1分の2で、2かける2分の3、2かける3分の4というわけで、どこまでいくかというと、2かける1個減るんですね。 n-1 分の n というわけで、2が何個か残るわけで、2が n-1 個残って、ここの辺は全部バサバサ1個ずれなので、こういってこういってここが消えるだけなので、こことここが残るので、最後のここと最初の、最後のここと最初のここが消えるだ残るだけなので、n が残るだけですね。というわけで、an が、n×2 の n 乗引く1プラス3というふうに求まるわけですが、これがまだ2乗で、1で成立するかなんですけど、1でも成立ですね。1×1+3 で、というわけで最終的にこれが求まるわけです。はい、というわけで、特殊解の方が終わりました。定数変化法の方も行ってみましょうか。定数変化法って何かというと、今の特殊解の方は何か特殊解を探して同時項を消したんでした。逆に定数変化法の方は同時項がないものをまず解いてしまって、それの比を取ってやっていくというやり方でした。いわゆる微分方程式でいうところの定数変化法に対応するものでございます。つまり 2n プラス2のそうですね、 αn マイナス n 倍の αn プラス1、まあ、もしくは元の式をもう書き換えてしまって、2倍の n たす1 an マイナス、まあ、3で食っておきましょうか。n たす2という式になりますね。マイナスで食うと n プラスになって n で割ったのでこんな感じになります。なので、この項がなければ嬉しいんですね。先ほどのように解くことができました。ですからないものをまず解いてしまいます。で、どうしましょうか。αn プラス1イコール n 分の2の n たす1の αn というふうにしておきましょう。そうすると、こういうものをまず解きます。で、これは先ほどと同じように、全く同じなので、ちょっと割愛しましょうか。そうすると、α1 かける2の n-1 乗かける n が残るんでしたね。ただし n が2乗ということでしたけれども、これどうせn イコール1でも成立するので1にしましょう。でそうすると、α1 は別に好き勝手何でもいいので、α1 イコール1という解をまず探しましょう。そうするとこうして構わないわけですね。でこういうものを用いて、これを今から書き換えていきます。つまりこれ割るこれをやるんですね。そうすると αn プラス1分の an プラス1イコール、ここの定数係数、この係数がですね、バッサリ消えて、αn 分の an になります。プラス、ここが面白いところで、この分がどういうふうなものかというと、まあ、n 分の 2n プラス1、αn 分のマイナス3倍の n 分の n プラス2というふうになるわけですが、もう αn というのは分かっているんですね。n かける2の n 引く1乗。つまり、n が消えて、そうすると、まあ、この辺は書く必要ないんですけど、ここだけちょっとまとめておきましょうか。そうすると n たす1かける2の n 乗分のマイナス3倍の n かける n たす2というふうになります。でこれが解散になっているんですね。マイナス3倍の
nn たす1、2の n 以上を n たす2というのが、まあ、ここが解散に対応するので、 すなわち αn 分の α はもう分かっているので、あまり怖がる必要はなくて、 α1 分の h たす σ の、まあ、σ の dk、 k が1から n-1 まで足せばこれがいいんですね。でこれはまあ計算結構大変で今からやっていきますけれども、これは非常にうまく係数が設定されているからこそ実は解ける代物でして、まあ、次のように見ていきましょう。つまりあと求めてしまいたいのはこのマイナス3削ったところで、ここで n かける k かける k プラス12の k 乗分の nk たす2というのを計算したいので、を求めれば求めるということですね。でこれなんですけど、これがどういうふうに、部分分数分解しましょう。そうするとですね、k 分の、まあ、2の k 乗はちょっと外に出しておいて、ここがあとどうなるかなんですね。 k たす k たす k かける k プラス1分の k プラス2がどうなるかなんですけど、まあ、普通にこういうふうにあの展開してしまって、この a と b を決定するという方針でやってみましょうか。そうすると、まあ、ちょっとここ邪魔なんで消しまして、と計算してみると k の k プラス1分の、k プラス 1ak プラス a プラス kb で、そうすると a たす b が1、a が2になればいいので b が 1-a でマイナス1というわけで、ここが2でマイナス1というふうになります。そうするとですね、この分が2の k 乗分の1というのはちょっと邪魔なんですけど、 k 分の2マイナス k プラス1分の1というふうに展開することができます。そうするとですね、これバラしてみますよ。そうするとちょっと狭いのでこちらに移しましょうか。そうするとシグマの1から n-1 までの k の2の k-1 乗分の k プラス1かける2の k ですね。ですからここが差分になっているんですね。つまり似たものの差になっています。のでそれの差分の和分を取ればいいので、あ、差分とか和分についてもあの概要欄の方にあの前回いろいろまとめております。一般的な千葉大の過去問とか明大の過去問、名古屋大学の問題とか通して差分和分のイントロダクションをして一般的な解説もしている動画が上がっていますので、そちらもご覧ください。というわけで、これによってこちらが1個遅くてこちらが1個早いので、漢字としてはこちらがマイナスで真ん中が消えて最初と最初最後が残るので、こちらの最初マイナスこちらの最後が残るので、n かける2の n-1 乗が残るというわけで、ここが1になるので 1-n かける2の n-1 乗分の1というのが残って、これが αn 分の an ということ、まあ、ほとんどそうですね。したがって αn 分のマイナス3忘れてましたね、イコール α1 と h というのが1分の4ですから、4マイナス3倍のこれですね、 1-n かける2の n-1 乗分の1ですから、まあ、3が引かれるので1プラス n かける2の n-1 乗かける3ですね。で an イコール αn をかければよくて、 αn というのはこれでしたから、n かける2の n-1 乗足す3というのが結論として得られます。これ同じはずです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。なかなか計算はえぐいんですけど、まあ、問題によりきりなんですね。でこの辺のうまい計算とかはですね、これは問題に完全に依拠します。さっきあの冒頭で紹介しましたけれど、説明いたしましたけれども、全解式というのは基本的には解けません。で線形全解式、1回の線形全解式ぐらいならこういうふうな手続きで基本的に解の存在と一位性は証明することができます。しかしそれが初動的に表現できるかどうかはかなり係数に依存しますので、まあ、こういうふうにうまく計算できるというのも実はとってもありがたいことで、そういうふうに仕組まれているということですね。でそういうことを見抜けるようになるために全解式を構造的に理解しておくということが重要で、その辺があのプレイリストの方でまとまっておりますので、まあ、差分とあといろいろなものを合わせて概要欄に貼っておくので、そちらこちらでぜひとも学んでおいてください。非常に便利だと思いますけれども、体系的に学べるので、というわけで、この動画が面白かった、ちょっとでもためになったと思う方はぜひともチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。というわけで次の動画もご覧ください。さよなら。